役所。役所、または役場とは、国、中央官庁や地方公共団体、都道府県、市区町村が、公の事務とりわけ行政事務を取り扱う組織、あるいはその組織が入居する建物を言う。特に組織が入居する建物自体を指すときには、庁舎と呼ぶ。単に、役所という場合には、いわゆる三権のうち行政権を司る、主体、 行政機関の意味に限定して用いられるが、観光庁、観光所という場合には、司法権や立法権を司る、主体、司法機関、法機関も含み得る。日本では、国家機関を官庁、または、官所、地方公共団体その他の広報人の組織を公所と、いい、総称して観光庁、または、観光所、観光署という、 地方公共団体の事務所を、その種別によって、という、自治体によっては、役所の名称を用いず、市長などと称する場合もある。例、八の兵士。本土復帰前の沖縄の町村では町役所、村役所、町役所,役所、村役所の名称をお使いしており、本土復帰後も、富城村、現在の富城市のみは、村役所を名乗っていた。また、 1878年から1926年までは、軍にアメリカ合衆国同様の軍役所、軍役所が存在した、所在地軍庁所在地。地方公共団体の役所、地方公共団体事務所の場合は、地方自治法の規定により、その所在地を条例、名称の例、県庁、市役所、町役場、村役場の位置を定める、 条例等で定めなければならないため、役所の引っ越しには、議会における条例の改正等が必要となる。一般的な条例改正にあたっては、出席議員の過半数によって決するが、役所の位置を変更する場合は、出席議員の3分の2以上の同意を得なければ、ならない。山口県朝日村、現、萩市と高知県東洋町では、合併時の経緯から、定期的に、 役場本所都市を入れ替えるというユニークなシステムを取っていた。また、地方自治法4条2項では、庁舎の位置の決定、変更にあたっては、住民の利便性が最も高くなるように、交通事情や他の観光所との関係等を考慮しなければならないとされている。地方公共団体の庁舎は、通常その地方公共団体の地域内に置かれるが、町村内の移動よりも、 隣接自治体の市街地への移動の利便性が高い場合には他の公共団体内に庁舎を置くことがある。2018年2月現在以下の3町村がこれに当てはまる。当初を除く地方公共団体では青森県下北郡東通村が村の成立から100年間1988年まで無津市に庁舎を置いていた。2011年3月11日の 東日本大震災による福島第一原子力発電所事故で帰還困難区域とされた福島県二葉町は同年4月1日より役場機能を埼玉県加須市に移転し2013年6月17日以降は役場機能を福島県いわき市に移転しているただしこれは役場機能の移転であって庁舎を移転しているわけではない 市町村の役所は法律によって市町村が行うこととされている事務のほか、市町村独自に定めた住民サービスなどあらゆる行政事務を行うために主事の部署が設けられている。広域行政を担う都道府県と住民により近い行政を担当する市町村では設置する部署にも様々な相違がある。なお、政令指定都市や中核市などでは 都道府県の事務の一部が異常されており、これらの事務を担当する部署が設けられている。次に市町村の役所の部署について例を掲げる。これらの各部署は地方自治体によって名称や業務文章が大きく異なるので留意のこと。各部署は議会、とりわけ管轄する委員会により監督されている。一下の行政委員会については、 地方自治法で設置が義務付けられている。役所が置かれた都市、地域は経済的に発展する傾向がある。県庁所在地には県の官僚機構、国の出先機関、全国企業の支店などが集中し、都市の発展に有利な条件が形成される。香川県の高松市では国の出先機関が集中しており、1955年までは 四国最大の人口を有していた。また、廃藩地県の後、愛媛県庁が置かれた松山市では、県庁舎の周辺に店舗や施設などが増え、江戸時代、伊予松山藩には、外側と呼ばれていた地域に、中心市街地が形成された。松山市と隣接する今治市は、明治時代に工業都市として発展しており、県庁が置かれなければ、松山の金融。 流通機能が今治に移転していたとする見方もある。2010年代には、安倍晋三政権によって、地方創生のために一部政府機関を移転することが、検討された。アメリカ合衆国のについては、政府、町と表記されることが多く、州レベルのものはもっぱら、州政府、州庁と呼ばれる、カリフォルニア州政府、ハワイ州庁など、市以下の地方公共団体では、 日本の役所になぞらえ、役所が用いられることもある。サンフランシスコ市政府、サンフランシスコ市長の他に、サンフランシスコ市役所など。これは、庁舎を示す、市長、社、市役所等でも同様である。大韓民国では、庁が使われる、軽機道庁、ソウル市長、丹秋田軍庁、港南区長など。中華人民共和国では、公安局と称する、 身分証明書である、居民身分証の発行を担当する。台湾では、政府、公書が使われる、台北市政府、台湾省政府、省下県政府、しか港人口省など。なお、省政府は、機能を凍結している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。